どうも、一生声変わり中のものです。今日紹介するのはスターレットソレイユエールエクストラです。このモデルはビッツのご先祖様、スターレットがですね FR から FF になった初めての世代のモデルです。注目したいのはこのベーシックで素朴なフロントの顔つきとですね、実際の寸法なんです。この当時は5ナンバーのサイズの中でいかに堂々と見せるか、大きく見せるか、いかつく見せるかっていうことがですね、みんな命題でデザインをしていたんですけれども、スターレットは違いました。あえてですね、顔の幅は絞って、フェンダーもフロントに行くに従って絞った形にしています。これはリアセクションでも同様で、こうすることによってですね、愛らしさを表現すると同時に空力を改善することができています。ただしこうするといかつさはなくなってしまうんですけれども、そこはあえて当時の開発陣は割り切りました。ただし単純に絞っただけでは貧相に見えますので、フェンダーに工夫をしています。絞った分でできた余裕をですね、このオーバーフェンダー部分に当てました。これによって当時のコンパクトカーの基準としてはかなり張り出したフェンダーができまして、力強いフォルムを生み出しているんです。サイドに回ってきました。非常にプレーンでいい造形なんですけれども、今見ても見飽きない魅力があります。これなぜかというと、ピラーの形状に工夫があるからです。この A ピラー、B ピラー、C ピラーなんですけれども、これを延長していくとこのように一点で線が収束します。ですから非常に整理整頓された形になっていて、見ていて飽きない印象になるんです。このピラーがですね、収束する形というのは、実は初代ソアガ、2代目ソアガでも採用されている、まあトヨタお得意の手法と言えるかもしれません。ヘッドライトチェックします。スモールお願いします。ロービームお願いします。ハイビームお願いします。ローに戻してください。ハザードお願いします。サスペンションはフロントストラット、そしてリア、トレーリングツイストビームです。特別使用者としてのですね、装備はいろいろありますけれども、例えばこのホイールキャップなど、注目はここ、ボディ同色ホワイトのこのミラーはですね、エクストラだけの専用装備です。当時はこのフルホワイト仕様がみんな欲しかったんです。それにしてもいい色ですよね。雪の宿よりも白いです。80年代の車あるあるといえば、このボディ側面の絞り込みです。サイド面が下でギュッと絞り込まれている、このフォルムいいですよね。71の場合はかなり反っていて、ちょうど荒川静香のイナバウアーの角度と同じです。テールに回ってきました。このスターレットの全幅は1590mm、約 1.6m なんですけれども、これちょっとイメージできない人はですね、近所にいる超でかい小判ザメ、長小判をですね、捕まえてバン、そしてもう一匹捕まえてバン、横並びにすればだいたい一緒です。このテール部分での注目はこのバンパーの造形です。サイド部分はですね、このように高い位置にあるんですが、中央部分が大きくへこんでいます。これはですね、テールゲートの部分を下まで伸ばすことによって、開口した時の荷物の積みやすさに配慮しているんです。ただ一方で、もしバンパーをですね、全体に低くしてしまうと、リアスタイルが貧相になってしまいます。それを避けるために、うまくバランスしたデザインになっているんです。さあ、全国のナンバー等はでかくてごつい方がいい、しかも下にあったら最高だ等の皆さん、お待たせしました。それがこれです。テールライトチェックします。テールお願いします。ブレーキお願いします。ハザードお願いします。リバースお願いします。このスターレットに搭載されているパワーユニットは新潟 1.3L の4気筒エンジンです。81馬力です。ラゲッジルームチェックします。先ほど説明したように、ここが低いです。非常に荷物乗せやすい、結構広いスペースがあります。後席までしっかり使った上で、これだけの奥行きと幅があります。これだけのスペースがあればですね、体長90センチのラクダの仲間グアナコをゴロンと一頭行けます。ラゲッジの下面にはフグサイズのテンパタイヤが入ってます。ラゲッジを拡大するには、まずトノボードを外しましてシートを倒します。両脇のノブを引っ張って倒せば、このように大きな空間ができます。リアシートです。
プレーンで可愛らしい造形です。リア度チェックします。これ車体が小さくドアの開口部も小さいのに乗りやすいんです。秘密はここにあります。シートの端がスラッシュカットされていて足が入れやすいんです。また中もすごく開放的で楽しい空間です。インテリアがグレーとかホワイト基調になっているので数値以上に広く感じます。ヘッドルームこれだけ余裕があります。また膝前空間も余裕があります。なんか満足できる空間です。運転席後ろにはマガジンラックがあります。またこのレースのシートカバーは当時物の純正オプションです。フロア面フロアマットも社名入りの当時物です。ちなみにリアウィンドウは当然のように手回し式、さらに内張りなんですけれども、この上の部分には貼られてません。外装そのままがむき出しなんですが、不思議と嫌な感じがせず明るい気分になります。さあ、スターレットで舞踏会に行く人が気になるのがお化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。この年代の車はドキドキするな。あるのかな、ないのかな。手でありました。素晴らしい。ライトはないので50点ですが、この年代にあるのはいいことです。フロントシートです。ベーシックなハイバック式です。フロントシートチェックします。座った感触は KJAU 燻製や熟成粗挽きポークウィンナーのようにですね、プリッとしてでも中は柔らかです。ヘッドルームはこれぐらいの余裕があります。またダッシュボードの位置が低いのでとても視界はいいです。こちらのレバーでリクライニングを行います。スライドは座面下のレバーで行います。インパネです。シンプルですけど開放感があってワクワクする感じです。トランスミッションは4速です。これめちゃくちゃ節度があってですね、コクコクというよりもスイッチのようにカチカチと入ります。ステアリングは日本スポークのとっても可愛らしい細身のグリップのものです。メーターバイザーの脇にサテライトスイッチがついてます。右脇にあるのはリアの熱線、そして左にはですねリアワイパーの作動とウォッシャースイッチがついてます。メーターは見やすいアナログメーターです。またこの車はですね当時物の電子式のタコメーターがついています。さらに注目はここ、キーの脇にロック用のスイッチがついてます。このスイッチを押しながらでないとキーが抜けない仕組みになってるんでした。試しにスイッチを押さずに抜こうとしても抜けません。そして EP71 型の特徴はこのトレイ型のダッシュボードです。仕切りもあって荷物が置きやすくなってます。その奥にはデジタルの時計がセットされました。またこのラジオなんですけれどもアナログなんですがプリセットができまして、このようにボタンを押せば選曲位置が飛んでくれます。エアコンの操作パネルがその右にあります。その下にはシガーライターと灰皿です。とても綺麗な状態。その左には小物入れ、さらにグローブボックスがありまして、その下にもトレーがあります。このトレーの大きさ、これだけのスペースがあればですね、体長20センチの黒原ハムスターを置くことができます。センターにはオーディオスペース、その下にはですねまたトレーがあります。これ当時のエンジンだからというですね、下駄を履かせなくてもとってもいいエンジンです。元気いっぱい、爽快だな、気持ちいい。燃料供給はインジェクションでもなくてですね、当時のキャブレターなんですけれども、ちょっとスポーツエンジンみたいに気持ちいいですよ。これトランスミッションは今ではほとんど見られない4速なんですけれども、これを使ってちょっと引っ張ってみます。いや本当にシルキーにスムーズに回ります。トヨタの2エンジン最高かもしれません。素晴らしい。
ターレットに乗り始めてすぐ思ったのが、ステアリングのフィールがとても気持ちいいんです。この当時のパーステですから、電動パーステではなくてですね、油圧パーステなんですね。なので非常にですね、操作に対してレスポンスよく、そしてこの独特のぬるっとした手応えで応えてくれるのが気持ちいいです。またそれに加えて、このスターゲットソレイユのパワーステはですね、エンジン回転数感応型です。このため回転を上げていくと、しっかりと重めのフィールになってくれるんです。これなら高速道路でもですね、安定して運転ができると思います。いや、それにしてもですね、気持ちいい吹き上がりのエンジンといい、またこのぬるっとしたステアリングがですね、相まって気持ちいいなあ、この車。サスペンションも先ほど説明した非常にベーシックなものなんですが、このようにコーナーで、なんでしょう、完璧なフラットライドではないんですけれども、不自然な揺れをしません。しっかりと路面をタイヤが押さえてくれてですね、ぬるピタッとしたですね、コーナリングを楽しませてくれます。そして今ないはずの5速を探ってしまいました。4速でした。この EP71 型のスターレットというとですね、どうしても SI ですとかターボモデルに注目が行きがちです。しかしですね、この出力わずか81馬力、そしてトルクが11キロにしかですね過ぎない、この任意エンジンを搭載したソレイユもですね、めちゃくちゃ気持ちいいんです。大変見直してしまいましたし、当時はですね、ソレイユってお買い物車でしょっていう風な感じで、ちょっとですねスルーしていた自分が恥ずかしいです。当時のソレイユに謝ります。大変美味でした。ごちそうさまでした。いや、これ最高ですね。